大変長らくお待たせをいたしました。それでは選挙の結果が確定いたしましたので、投票結果を議長に報告させていただきます。足立康史君、1158票。馬場伸幸君、8527票。梅村瑞穂君、1140票。よって選挙の結果、馬場伸幸君が当選人となりました。当選人が決まりましたので、今般の代表選挙において、選挙管理委員長として一言申し上げます。初の代表選挙とはいえ、選管として決定したルールの逸脱が出たことも残念ではありますが、いずれの事案も今般の党代表選挙に際し、当該選挙の結果に異動を及ぼしたとは選挙管理委員会の総意としては考えておりません。ただ選挙管理委員会として違反行為があった特別党員に対し、党として一定の処分が下されるよう新代表常任委員会に申し送るものであります。以上報告させていただきます。以降の進行は鈴木党大会議長、よろしくお願いいたします。ただいま、いわき選挙管理委員長から当選人の報告がありましたとおり、日本維新の会新代表には馬場伸幸君が選出されました。それでは馬場伸幸君より党代表就任のご挨拶をお願いいたします。ただいま日本維新の会初の代表選挙開票が終わりまして、多くの皆様方からご支援をいただいて、私馬場伸幸が松井一郎代表の後を受け継ぐことになりました。ご支援をいただきました皆様方に改めて心から厚く御礼を申し上げます。本当に皆さんありがとうございました。そしてこの初の代表選挙、足立康史衆議院議員、梅村瑞穂参議院議員、果敢にチャレンジをしていただいて、この代表選挙が大きく盛り上がったというふうに思います。お二人のこのチャレンジに心から敬意を表したいと思います。本当にお疲れ様でした。この上は皆様方に選挙の時にお約束をさせていただきましたように、中期経営計画に基づいて日本維新の会の飛躍を考えていきたい。もちろん今回ご投票いただいた特別党員一般党員の皆様方からもご意見を頂戴して、しっかりとこの改革を前に進めていく、日本維新の会を自民党と対峙ができる、そういう政党に大きく育てていきたいというふうに思います。そのためには私一人では到底力が及びません。私が国政の方で仕事をさせていただく、そしてやっぱり日本維新の会は大阪で生まれた政党です。
大阪維新の会が産み落とした、その政党が日本維新の会であるということを皆様方もう一度共通認識としてお持ちをいただきたいと思います。そしてこれからの日本維新の会を円滑に動かしていくためには、今日皆様方の前に座らせていただいております吉村現副代表、吉村現副代表を党の規約に基づいて共同代表に指名をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。日本維新の会も結党して10年が過ぎました。この10年間振り返ると、なかなか難しい時代が最初はございました。離合集散、紆余曲折、いろんなことがあって、もうダメじゃないか、もうこれで終わりじゃないか、そういう時代もありました。1回目の大阪都構想の住民投票で敗れた後、橋本さんが引退をして、マスコミメディアからも、そして世間からも、もう維新終わりやな、そういうような評判が立った時もありました。私が5年前に松井代表から幹事長としてご指名をいただいた時には、もう党勢は最悪な状況、相撲で言うと徳俵に足がかかって、もう一押しされると私たち政界から押し出されてしまう、そういう時代もありました。でも松井代表が、馬場ちゃん、やれるとこまでやろう、できるとこまで頑張ろう、そういう声をかけていただいて、今の維新の会のこの党勢の回復につながっているのではないかなというふうに思います。しっかりとですね、松井代表がやってきたこと、これを継承して、そして新たな飛躍につなげていきたいと考えています。私はマスコミ等から聞かれると、性格は野球でいうとキャッチャーで8番キャッチャーですということを言い続けてきました。性格はね、急に変わるもんではありませんから、私はこれからも8番キャッチャーとしての役目をしっかりと守っていく、皆さん方のためにお役に立てるような国会活動、政党活動、そういうものを続けていく所存でございます。どうか皆様方のこれからのご支援、ご協力、切にお願いを申し上げまして、この選挙にあたりましての御礼のご挨拶に変えさせていただきます。皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。馬場新代表、ありがとうございました。以上をもちまして本日の議事は終了いたしました。皆様方のご協力により円滑な議事進行ができましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。議長をお務めいただきました鈴木健大阪府議会議員様、お疲れ様でした。ありがとうございました。これにてすべての議事は終了いたしました。本日は久しぶりに一堂に会しての党大会でございましたが、皆様には積極的にコロナ対策にご協力をいただき、拙い司会進行ではございましたが、皆様のご協力のもと無事に終えることができましたものと考えております。本当にありがとうございました。本日新たに就任されました馬場伸幸新代表のもと、
改めて党内一致団結し、来たる地方都市選挙に臨んでまいりたいと考えておりますので、皆様方どうぞよろしくお願いをいたします。それでは以上をもちまして、日本維新の会令和4年8月臨時党大会を終了いたします。本日は誠にありがとうございました。